ドーミシー、はるか、ドネ、マホ、私たちはチェーハでーす。はい、というわけで東京ディズニーシー着きましょう。これからディズニーシーで名所を巡る競技やっていきます。ちゃんとジップロックに入れてきました。それでは、はい、レッツチェーンゴー。すぐさま見つけました。商品届きました。わー、幸せ。これが食べたかった。いくらですか？ちなみにリトルグリーンは3つ、ポテト3つ、飲み物3つ、天谷がサンドイッチなので、はい、今合計4,000円。え、半分いった。え、やばくない？余裕これ秒で終わっちゃうやん。え、まあ、チュロスも食べたいしポップコーンも食べたいよ。それではケーキですか。それウーロン茶。ウーロン茶だった。私はオレンジジュース。なんかすごい、なんかうまうま。ポテトいただきます。いいね。マホはお先にすっちんちゃう。いいね。ソルトみたいな名前がわかんない。メルト。そう、メルトサンド。ツナから食べます。リトルグリーンマン食べます。うまい。これこれでだって半分だしさ、ただの幸せ企画や。これ終わったら乗り物乗ろう。そうだね。何だうちでも今日はね絶対ソアリン乗りたい。なんだっけ、わからん。なんとかなんとか食べます。レタスめっちゃやばくないこれ。健康的。いただきます。サワリンの場所どこ？なんか、アクラックかな。今日絶対これしたいってある。これしたい？うん、あります。何？終わったら5回やだ。え？いけると思う。はるか高校生の頃からテラ好きだよね。大好き。だってあれ一瞬で落ちちゃうじゃん。他にはまあこれを食べることだったからさ、もう夢かなっちゃうわ。ソアリンの作りたかったのと、うん、あとアジアンコーストで、あのジャスミンとかアラジンがいる場所、うん、あそこで宮殿のカレー食べたい。うん、アリエル行きたい。うん、アリエルの海のとこ行きたい。はい、カレーは食べたくない。わっちゅん、カレー行く前に1万円終わると思うんだよ。うん、だからはるかは行かなくて済むと思う。リトルグリーンマン完食。ウェーイ。ここでも完食。うん、早っ。あとウーロン茶だけだ。ウーロン茶かわいい。うん、早っ早っ。そう、あれやばい、いっぱいあります。やばい。あ、フロモつけてもいい。ね、お腹いっぱいなの。めっちゃお腹いっぱい。ポテト、あ、優しい。でもハンカチ乾いてないから。じゃあうちがポテト食べるからさ、この野菜の汗ってタップダンスしてくる。やだ。じゃあ食べます。タップダンスできません。やばい、この曲がさ、うん、早く食べろみたいな感じに聞こえる。やめてよ本当に。早い早い。ほら、うちが食べなきゃっていう気持ちがある。大丈夫ですか？はい。急いでほしい？うちの今指揮者に溢れて。やばい。
くいくらまくる。ナイスナイス。無理無理無理。結局これが。聞こえてたぐらいくらいリトルグリーンマン。もう食べないよね、多分この子。ね、リップすごいリップすごいな、食われたみたいになっちゃってた。餃子だ、中餃子なんだけど。そりゃそうだ、そりゃそう。食べたい、一口。うん、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 やっと夢かなった。と人間が一緒に楽しく過ごせる海底王国、マーメイドラグーン。色鮮やかに地上に姿を見せているのはキングトリトンキャッスルです。
ますから。あららまあ、たすね。そうですね。ということで。やったー、美味しそう。美味しそう。これは、まずはこれはセットだからね、わかんないね、うん、まあ、セットこの3つで、うん、と、ピザと、ミルキーのチューブ。生誕恐怖症に。キャラメル、多分キャラメル。キャラメルケーキ。と、ビスク風。ロンパー。お、これをみんなで、わけわけして食べまーす。スモークチキン食べる予定だもん。牛パン牛の国へ、牛の国なるよこわんやん、第2弾目。牛の国へワイヤンズ、湯の国みんなで行こう、ワイヤンズ。これをさ、スッていけた。今さ、お皿のジョージいた。ラストチュロス。いただきます。世界を救うタワテラ。でもかれこれ10回以上は乗ったことあるけど、何のこっちゃ全然分かってなかったの。ただもうわーわー楽しんでるだけだったんだけど、今日初めてちゃんとあの説明とか、ね、メイドさんの話聞いて、それでね、なんか進んでいく中でシリキュートゥンドゥさんが銅像とかを集めてる場所があるんだけど、なんでシリキュートゥンドゥは呪いの方だよ。はい、ということでいきなり画面が変わってしまってすみません。一気に現実です。あの後にあのちゃんと1万円分食べきって、うん、ごちそうさまでしたっていうのとエンディングも撮ってたんですけど、なぜか途中でその動画が切れてって、でその時携帯撮影したので、多分携帯の容量の問題で途中で切れてたんですけど、それに気づかずに私たちも撮影してたっていう状況で編集してって気づきました。1万円分はもう全部食べきったので、うん、普段の1万円企画よりも全然きつくなくてすごく幸せでした、うん、その食べきった部分をちゃんとお届けすることができなかったので、次はディズニーランドで1万円分の企画をやります。で今回は本当にすみませんでした。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。 SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上シェイゴでした。